こんにちは、てるです。本日はシンスのスプリングコレクションリアルで僕が着ているベスト7。はい、ということでちょっとねいきなり噛んじゃったんですけど、スプリングコレクションで発売したアイテムかなり多いと思うんですけど、もともとね正直ねあとね 1.3 倍ぐらいあったんですよ。会社の方含め僕ですね、ディレクターの僕がこれは本当にいいと、この価格でこのクオリティだったら自信を持って販売できるよねっていうアイテムだけに絞ったので、選ぶの心苦しいです。チーズのスプリングコレクション5回に分けて販売したんですけど、5回とも本当に大好評でね、いろんなもうゾータウンの方とか他の企業の方とかね、他のブランドのディレクターの方とか、シンス勢いやばすぎないかと褒めていただけました。本当にこれはね全て皆様のおかげだと思っています。一度でもねシンスをご購入していただいた方だったり、検討していただいた方、本当にありがとうございます。こういうところがいいよっていうアイテムあったりとか、逆にねここはもう少し改善してほしいってアイテムもねあるかなと思います。シンス AW から SS にかけてクオリティもすごく上がったっていう声もいただいたりとか、さらにその SS からまた夏もそうですし、夏冬秋冬とねどんどんクオリティ上がってきます。夏もねちょっとしたこうコラボというかね、こういろんなグラフィックのちょっとこう変化球の T シャツがあったりとか、本当にねシンスどんどん皆様のおかげでね成長しております。本当にありがとうございます。なので今回はねその皆様から人気だったとかっていうのは正直一切なしで、ディレクターの僕がリアルでデイリー使いしているアイテムを7つランキング形式で紹介させていただきます。今回はねなかなか YouTube で僕いつも話さないんですけど、アイテムができればね裏話だったりとかね、強いこだわりがあるので、そういったところもねしていけたらなと思います。今日はね僕が爆語りする日なので最後までお付き合いください。はい、ということで第7位はこちらです。はい、ミリタリーパンツになります。今日もそうですけど、結構あったかくなってきて、からもうめちゃくちゃ履いてます。 AW で製作したナイロンカーゴパンツが僕としてはすごく良すぎて、それのね春夏バージョン、涼しくて軽くてデイリー使いできてイージーケアなパンツが欲しいっていうので製作したアイテムです。スノーカモパンツからインスピレーションを得てるんですけど、スノーカモパンツってポケットあるんですけど、ここ開けても中がねポケットになってないんですよ。要は見た目だけかっこいいけど実用性はないポケットになってるんですけど、デイリー使いしやすいように深めのポケットがあるので財布入れたり携帯入れたりとかできます。このフロントタックがマジでかっこよくて、これがあることでタックインした時とかもカジュアルすぎないっていうのと、 AW ではねベルトループがなかったんですよ。つけてほしいっていうあのリクエスト、皆様からねありがたいコメントたくさんいただいてたので、ベルトループをしっかりつけて、まあ、内紐もね継続ですごい良かったんで、内紐ももちろんついてて、ドローコードですね、ドローコードもすごい AW のナイロンカーゴパンツ、あの絞りにくいっていったお声もいただいてたので、簡単に絞れてね耐久性もあるドローコードに変更いたしました。内側についてるので、絞ってもねドローコードが外に見えなくて、スッキリとしたね印象のまま着用することができるようにしてます。後ろポケットもしっかり2つ止まって、でカーゴパンツによくあるこのサイドポケットをなくしてね、より綺麗めなミリタリーパンツとしてね完成させました。で生地に関してもこう少し朝っぽい感じで、サラッとした感じのね生地感で、とにかくシルエット綺麗なんですよ。さらにそのフィフスデリバリーで大人気だったあのナイロンベストとそのセットアップ風に着用できるので、すごいねかっこよくて、しかも楽なんですよ。これ7位なんですけど、夏になったら下手したら1位に来るかなってぐらいちょっと伸びしろのあるパンツです。はい、ということで第6位はこちらです。ボーダーグラデーションニットですね。これはもう僕着てるイメージすごい強いんじゃないかなと思います。これもともと秋冬に出そうと思ってたんですよ。秋生地感がねもっと機能感も欲しくて、もっと着心地がいいニットにしたかったんで、ちょっと一回ドロップして、さらにいいものでもっと安くできないか、もっと工夫できるんじゃないかっていうのでアップデート加えて販売した本当に思い出のあるニットになっております。こだわりとしては僕自身がこういった機能感のあるニットが好きで、機能感のあるものって高いしチクチクするよね。だいたいモヘアだったりウールだったりとかするので、ビジュアルはそのままで着心地も良くなって価格も抑えられないかなってことで、いろいろ工夫して素材もねかなりこだわって、この機能感ね、この機能感で着心地いいです。価格もね6930円と、もうね市場にないんですよ、なかなかこういうニットで。しかも流行りのオーバーサイズ、まあもう主流かな、オーバーサイズだけど着丈は短め、袖幅とかはしっかり広めで、身幅も広め、こういった伸縮性のあるニット、かつ首元もねちょっと緩めに作ってます。こういったニット欲しかったなんて心から思っていて、特にこのカラーに関してはもう10秒ぐらいで1回速乾して、再販分ももうすぐ1日2日とかでなくなってしまったアイテムなんですけど、ディズニー行った時もあの何人か着てる方見たりしてすごく嬉しかったですね。ほんと大好評のシンスの顔になってくれたニットになっております。まあ、4色あるんですけど、これグリーンなんですけど、エメラルドグリーンとホワイトっぽい、もう春らしいじゃないですかカラーリングが。実はこれサンプル上げるのも4回とか上げてるんですね。何回も合わせてこれ上がって違う
これ違う、いろいろ生地合わせてみて、であげたら超いい色でこの色ができました。春僕ニット1枚でざっくり着たりとか T シャツとかとレイヤードしてラフに着たいんですよ。20度前後の時はこれ1枚でざっくり着て、パンツも今入ってるようなスウェットパンツとかちょっとデニム、太めのデニムとかと合わせてオーラインのシルエット作ってお出かけしたいなと思います。これもね、もう実はもうほぼ完売していて、 AW もしかしたら生地があれば再販したいなと思ってます。はい、なので今回買い逃した方とかぜひね、 AW もね楽しみにお待ちください。まだ全然わかんないです、本当に気持ちとしてはしたいなと思ってます。はい、ということで第5位シンセティックレザーベルトになります。これなんなら一番最近だとなんなら1位かなっていうぐらい、これねまずね生地感ね、ラムっぽいような質感、ちょっと脂肪感のあるこの柔らかいねシンセティックレザーを使用してます。古着のね A2 フライトブルゾンからインスピレーションを得て制作したんですけど、横にポケットがあったりとか、ダブルファスナーやってるんですよ。 YKK のダブルファスナー、 YKK ってほんと滑りが良くてジップがうねんないんですね。高いのでなかなかその価格帯でハマるブランドさがなくて、使ってないブランドさ、こうファスナーがすごいうねったりとか、こう動きがすごい悪かったりとかね、ファスナーがこんなスン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 動かないんで普通、こういったところもあるんですけど、シンスはね交渉してねコストをねギリギリでね結構やってもらってます。こだわりもう一個言うと、ボタンのスナップ部分もこれマットブラックなんですよ。これマットブラックなんですよ。これ結構シンスの価格帯とかだと、まあ、シルバーとかここがねマットブラックなことでかなり馴染んで高級感が出るんですね。袖部分ももちろんマットブラックにしてます。丈もね長すぎず短すぎず、でもまあやや短丈ぐらいで、本当にこう使いやすい形で、もう一個ポイントで言うと、このファスナーが見えないようにここ結構狭めに作ってるんですよ。よりドレッシーに着てもらえるようなレザーブルゾンになっております。レザーブルゾン今年一大トレンドです。なのでもう買うなら今年ぜひチェックしてみてください。今の時期だと今日もちょっとまだ日が出てるけどまだちょっと寒そうなので、多分インナーにニット入れてレザーとか、これからじゃあ気温20度ちょっと超えてきましたってなったら T シャツインナー入れたりタンクトップ入れて開けてきたりとか、ほんといろいろ合わせられるので、今の時期持っとくとねかなりその自分のスタイリングの幅が増えるかなと思います。今日はリアルな話する回なので言うと、僕ブラウン1回しか着てないんですよ。黒がもう良すぎて、レザーブルゾンに関してほんとブラックが一番かっこいい。はい、ということで第4位はワイドバルーンデニムパンツですね。履いてて楽ですし、とにかくシルエット綺麗なんですよ。タック深めに入ってるじゃないですか。ワンタックがかなり深めにちょっと長めに入ってることで、シルエットは太いのになぜかスラックス見えするんですよ。シルエットに関してもなかなかその ZOZO の市場で6600円ではないワイドのバルーンのね、腰周りから太ももちょっと太くなって、裾口にかけて少しだけ細くなる形なので、ほんと足の太さを隠しながらスタイルもよく見えるようなパンツになっております。オンスもやや肉厚で1年中履ける、レングスも長めでちょっとワンクッションたまるかたまんないかぐらい、股上が深いのでウエスト位置で調節できるんですね。レングスを一応159センチのレディースの方も S サイズ履いていたので、展示会で合わせる靴だったりとかその日のスタイリングでねウエスト位置でいじれるので、ほんと股上がやや深めのパンツは本当に重宝してます。僕春だけ、春夏だけ唯一白パンめっちゃ履きたくなるんですね。でこのホワイトに関してもかなりこだわりが強くて、春らしい暖色のクリーム色というかホワイトベージュとまでいかないですけど、オフホワイトですね。カラーで言ったらホワイトデニムって本当黒 T とかも合いますし、原色のニット系ともすごく相性いいので、持っとくとねいろんなその自分のクローゼットのパンツと差別化できます。今日はリアルな話なんで、服って洋弱、この使ってる生地量に対して価格がやっぱ上がったりもすることもあります。これも 12.5 オンスでこんだけシルエット綺麗でこんだけ生地量バカみたいに使ってたらすんごい高くなっちゃうんですね。でもそこを審査するコスト感をうまくはめてロット数でねなんとか工場の方にお願いして、価格はねグッと抑えたままクオリティをね上げてもらっています。特にこのデニムシリーズ一番って言っていいぐらい他のカラー買いましたって DM いただきます。ブラック良すぎてホワイトも買いますとかっていう DM がすごく届くので、心からおすすめしたいデニムになります。ということで第3位はこちらです。キルティングベストになります。多分りょうさんは僕が事務所に行く姿を見てると思うので、まあ、めっちゃこれ着るやんって思ってると思うんですけど、ベストってめっちゃ便利なんですよ。気温調節しやすくて、カフェで作業するときって意外とカフェの気温ってバラバラで、入る場所シャツ1枚1枚でちょっと肌寒いなって時にベストあると超いいことに気づいて、さらに何がいいかっていうと撥水加工ついてます。細めのぐらいだったら全然いけちゃうっていうのと、釜が深めなんですよ。ここの釜が深い、最近オーバーサイズが主流なので、インナーで合わせるスウェットシャツニットとか全部オーバーサイズじゃないですか。それに合わせて今回キルティングベストの釜深めに作ってるので、ここがなんかごわつかなくて、インナーのニットとかも高めさせてくれるアイテムで、しかも軽いんですね。軽いけど少しあったかいんですよ。どこかでも中渡り用は全然多く入れてないので厚すぎない。半袖の白 T とかにこのキルティングベスト合わせたスタイリング早くやりたくて、シャツだっ
ったりニットいろいろ合わせられるのあるしめっちゃ気に入ってて、さらにここに隠しポケットついてるんですよ。パンだけなのでスタイルもよく見える。でキルティングベストって意外とそのなんて氷炭柄というかこういったダイヤモンド型のデザインがないんですけど、すごい見た目もかっこいい、でも着ていて楽っていう。ブラックとチャコールかなり着てるので合わせやすい、いろんな季節長い季節着れるので作ってよかったなっていう一着です。これ1月に販売したので多分1月だと意外と着るイメージがまだ少なかったかなと思うんですけど、今3月4月になってね、ようやくこっから主役でね出かけられる季節が来るので、 ZOZO でもじわじわと人気になってきてるアイテムです。はい、第2位は実はずっと動画で着てました。シンプルにナチュラルで着てたんですけど、こちらのストライプシャツですね。これは多分もう皆さん納得ですかね。これはねもう汎用性ランキング1位かな。僕最近大学も卒業式迎えたんですけど、卒業式でも着ていたりとか、ジャケットにも合うし、合わないアウターとかベストを探す方が難しい。ストライプシャツってこうどこか知的に見えたりとか清潔感のあるコーデ、これに関しては SS なんですけど、もともと AW でかなり好評だったストライプシャツを少しこう生地をねリバイバルしたりとか、丈が少し長かったら削ったりとか、袖を少し伸ばしてよりねデイリー使いしやすいサイズ感に落とし込みました。かなりシワになりにくいこうサラッサラとした生地で、色味もねホワイト×チャコールということで、すごく使いやすい色になっております。シルエットもオーバーサイズだけど丈はそんな長くない、レイヤードもしやすい。夏になったら逆にアウターとして使えるんですよ。開けてタンクトップ入れたり T シャツ入れたりとか、それで暑かったらタスキ掛けとかね肩掛けとかもできたりとかして、いろんなこう使い方できます。なので僕自身もすごい清潔感のある服装が好きなのでシャツ好きなんですけど、特にこのストライプのシャツもう一番お気に入りでね、僕の友達めっちゃ持ってます。みんなシンスが好きだから僕が好きだから買ってるっていう友達じゃなくて、普通に商品として良くて普通に ZOZO で買ってくれて、たまに服かぶりますもんね。すごく嬉しいですね。ほんとこのシャツはほんと大人気のシャツで、つや系だと圧倒的に1位ですね。めっちゃ着てる。はい、ということで堂々の第1位はこちらです。ショルダーバッグです。これはねもう言わずもがなってやつですね。りょうさん逆に僕がこれを持ってない日見たことあります？ないないっすよね。事務所行く時絶対これ持ってってますし、もうほんとショルダーバッグ大好き人間の僕が全てのこだわりを詰めた上で価格を限界まで落としたアイテムです。例えばこういったシンスぐらいの価格帯の洋服を作る時っていうのは、ここは妥協してない価格にはめようってなるんですけど、今回のこのショルダーバッグ全部やりたいことやりました。答えありすぎるのでパッパ言うと、まず一つ目撥水加工ついてます。意外と撥水加工ついてるショルダーバッグないですよね。っていうのと16インチのパソコン入ります。もうバカでかいパソコン入る。ここのねショルダー部分が太めなんですよ。でなおかつ中にやや綿入れてるので肩が痛くならないっていうのと、長い時期着たいですよね。コートの上からも着たい、ダウンもそう、 T シャツの上から、薄着の上からも巻けるようにしたい。長さを変える機能をつけるとカジュアルになりすぎちゃうので、デザインもなんか変わって遊び心があって少しアクセントになってくれるようなデザイン何かなと思った時にこれだったんですね。こう絞ってサイズ調節もできて、なおかつここのねショルダー部分、持ち手の部分がクシュクシュってなるんですよ。これもめっちゃ可愛いと思って、デザインとして、なおかつ横にペットボトルホルダーついてるんですよ。で中もねこう小分けにできるような、ファスナーがあるんでミンティア入れたりとか、ちっちゃいエアポッツ入れたりとかもできるっていう収納にも長けている。なおかつ新色も出たことによって5色展開、使い回ししやすいブラックホワイトがあって、新色のねチャコールもすごくいい色です。こんなにこだわり詰まって価格6600円です。もう逆にこれに勝るバッグあったら教えてほしいなと思うぐらい自信を持ってね、僕も制作してリアルでずっと使ってるので、これがなきゃスタイリングも組めないし、もう荷物も入んないし、もう人生困ります。これはもう僕の命の次に大事です。はい、ということで本日はね、僕がリアルで使っているシンスのスプリングコレクション7つ紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんのね、ほんとシンスの買ってよかったもの AW 含めても OK です。もし皆様がね一つでもシンスをね購入してくださって、これ良かったなってアイテムあればコメントをしていただけるとね、シンスチームのみんなも見てるのですごく嬉しいと思います。なんなら僕が一番嬉しいです。引き続きまた夏と秋冬かなりねデリバリーも続きますし、すごく豪華なラインナップになっているので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで本日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画もご覧ください。バイバーイ。